こいな。手元をつった方がなんか、あーほら出た、ひろゆき画角。最悪最悪、それあなたの感想っすよ。これがひろゆき画角ということが俺の感想。あの、学園祭学園です、よろしくお願いします。乾杯です、皆さんご覧ください、これが乾杯ですよ。僕この後ラジオの生放送あるんでコーヒーいただきます。ね、あ、そうか、コーヒーなんか飲んでるのも含めてちょっとねフランスにいる感じしますよね。だせー。でもさ、この横から画角でさ、うん、このパソコンがありそうな、パソコンがありそうな雰囲気、周辺機器だけある。そうそうそう、あの YouTube の方のあの動画タイトルにですね、うん、いよいよインターネット回線も、解説しましてですね、うん、いよいよその環境が構成が進むぞなんて話だったんですけど、うん、iPhone です。そうですね、めちゃめちゃ今この絵面撮っとこうかな。確かに、あんまこのようにない画角だから、何にもつながっていないキーボードとさ、何にもつながっていないマウス、はい、オッケー、レシーバーがそこにあるんだもん。ちょっと一回あの動画でもご覧いただきましょうか。すげえ、無の空間。何もないからただの机だもん。画角にちゃんとレシーバーも映ってる。あ、本当だ。じゃあその何にもつながってないことがわかる。そうそうそう、正真正銘何もないもん。そうそうそう、無に向かって配信している虚無雪です。虚無雪です、虚無雪です。本人が虚無みたいなもんなのに虚無ランスにいるんでしょ。オフランスみたいに言うな。虚無ランスって言うな。虚無ランスで虚無パしまくる。感想バカなの。いや、その感想ってほら感情に由来するものだから。虚無雪は感想とかわかんないから、人の心がないから。そう、あのインターネット回線は部長本日開通してるんですね、市川君。してます、します。あ、もう設定しました。はいはいはい、でます。なので今までとの差はですね、Wi-Fi を使っていることです。うん、そうですね、僕のそのそう通信量が減っております。青木君が張り切っていいルーターを注文してくれたわけで、そうそうそう、あのサクサク、そう、俺がその張り切っていいルーターを注文したっていうか、そのなんというかプロバイダーの方の言われるがままに、うん、あの安いやつと高いやつがありますよって言われるのに、うん、全部高い方でって言った。だから今全部のオプションがついてるの、はいはい、はい、俺あの今日さそれ、回線工事来て、ルーターもあの宅配できたから売りに行ってさ、パカッと開けたらさ、その箱にさ、はいはいはい、大まかなスペック書いてあるじゃん、あの速度とかさ、あの何ギガ BPS 出ますとかの中にさ、その Wi-Fi 同時接続数20って。すげえ、20と女子12学坊が全員同時に Wi-Fi につなげる、全員配信できる。ほのほのね、12学坊合同チャンネルでやれよ、そんなかなりの数のエグザイルが同時に配信できる。全員とは言わないまでも、ね、そうなんです。なのでですね、とりあえずインターネット回線が接続し、最強のルーターが届く。今までの変化はそこですね。ただですね、何もその、なんというか、その、この、今までその4月に始まったこの配信で、全然進まねえじゃねえかと思いの皆様、ご安心ください。本当にいろんなものが届いてはおります。ざっくり部屋見る会せっかくだから。よいしょ。届いてるけど、その、火を固めたせいで、そう、大騒ぎなんだ、今部屋。今、大あらわなの。そうそうそう。とりあえず今お見せできるのは、まずですね、こちら。楽器が組み上がり始めておりますね、こちらね。安倍くんのパーカンショー。おそして本日も来ました。はい、うちに置いてあったっていうか、青木くんから一時期、はいはい、一時的に、はいはいはい、譲り受けていた、うん、何ですか、これは。ウドゥメタルウドゥ、めっちゃ鉄のウドゥ山の不動みたいな言葉。鉄のウドゥ、音色を聞かせてやってください。ちょっと待って、置く場所がな、そっちに置くか、はいはいはい、一回じゃあここに、せっかくなんでね、パソコンがないんで、パソコンがあるべきスペースでウドゥを、ね、書いていただいて、持った方がいいの、多分超揺れるから。あ、そう、あ、そういうことか、確かに。バゴンバゴン、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれよ。足目足のデスクに限界が来てる。ちょっと待って、足目足にしたんだ。上でウドゥを叩くようにはできてないんだよ、足目足のデスクは。足目足だから決まってんだから。もう普通に触ってても揺れんだから、このデスク。とりあえずな、環境構成は進んでおりましてですね、うん、本日は主に、まだ設置はしてないんだけども、届いたものの開封をしていこうという日でございます、ね。わー、
YouTuber。 YouTuber です。開封動画です。開封動画です。開封動画って大概スペックとか紹介してるけど、あの8個ぐらい段ボール届いてるから全部開封するだけです。開け続け開け続け。でかいものの前で全部マセンコみたいな。どうにかしてこれでピント合わせたいから、みんなで手を合わせることでどうにかメイク道具の紹介みたいに紹介したい。そうで、 あとあれですね、何気なく座っておりますけれども、来ましたね、これが。やっと来た。デスクチェアとかオフィスチェア、うん、はい、かっこいいじゃん。これだから、これは阿部くんチョイスなのか。そうですね、うん、椅子はいいやつを買わないといけないので。そうですね、はい、椅子だけはボケらんないから、はい、岡村のバロンチェアを買ってきました。いわゆる一つのバロン、そう、そのバロンチェアが悲しくなるけど、バロンチェア、高いバロンチェアに座って無の空間でキーボードを叩いてる人だ。しかも机と釣り合ってない。もうそうそう、もうそうだね。ただ色は選んだよ。そう、白い天板だから、なんかちょっとまあブルーのそのメッシュに白だからね。そう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 、ね、あの他のパーツをちゃんと白で割と似合ってますよね。これはすげえいいやつだね。座り心地めっちゃいい。めっちゃいい。長時間作業もできる。めっちゃいいです、うん、最終的にはここでゲーム配信とか作業配信とかすることになるから、うん、でもなんか高いのが安かったね。ああ、まあ中古だからね。なんか15万とか18万とか元値するやつ、元値のやつが5万くらいですね。めちゃめちゃ安かった、うん、畳んだオフィスとかの、そう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 、ああ、なるほど。オフィスバスターズで、オフィスバスターズね。はい、御用達。文化放送のさ、はいはい、9階の椅子だけこれなんだよ。9階だけ、うん、あのいい椅子。地上波だけ高い椅子でやってんだよ。9階の椅子さ、一部壊れてるの多くない？あ、うん。上がらないですって言われて。あの張り切って高いものを買ったけど買い替える予算がないんで。多分。でさ、後ろのさ、ここのさ、背もたれのここにさ、あのガムテープが貼ってあって、何書いてあるのかなとか、そこに壊れって書いてある。壊れっていう漢字が貼ってある。でも難しいんだよ、そんな。どうしますか、次。はい、何でもいいから、まあ、何でも開封していきたい。でも、大物から始めていいんじゃない、とりあえず。椅子くれよ、椅子。あ、そうだね。あ、椅子ね。阿部君は、ああ、どれ？それじゃないか？これがサウンドハウス。いろいろ届いておりますよ。あの段ボールの方はあの個人情報満載なのでね。ああ、よかったよかった。でもどこにさ、その中に納品書入ってたとかさ、どのタイミングで個人情報が襲いかかってくるかわかんないじゃん。一応剥がそう、こいつは。念のためね。外にあったものは全部俺が剥がしてる。ああ、ありがとう、ありがとう。さあ、いろんなものが届いておりますので、いよいよこの家が部屋としての体をなしていく様をご覧いただこう。この間まで物置だった。そうそう。先ほどもお見せしましたけど、まずね、こちら楽器、ドラムとパーカスの設置も進んでおりまして、市川くんがいろいろとマイクなんかもつなぎ始めて、まあ、あの暫定ですけど、はいはい、あの設置はできるなって思ったから、うんうん、パーカスもそこのあれだね、はい、前に実験してたけれども、そのなんというか、いわゆるマイクスタンドじゃなくて、そのパーカス、その本体にくくりつけるクリップみたいなのでマイクを、はいはい、それによって部屋に足を増やさずにマイキングができる。いや、だからオフのオーダーが意外と難しくて、つまんね、本当に。なるべくスタンドを増やしたくないっていう。いや、マジでこの部屋でさ、本気でパーカスとドラムをマイキングすると本当にマイクスタンドジャングルになっちゃうからね。人呼べないんだよね、そうなってくるとね。それも考えて、これのスペース用の椅子ですね。お、来ましたか。はい。で、あ、キムさん、俺たちの椅子は、あ、俺たちの椅子は、うん、明日届きます。明日来る、明日来る、明日来る。よかった。これめっちゃ可愛いの買ってあるから。可愛い、うん、可愛い、可愛い。長時間座るのに適してるかどうかは俺は知らないけど、めっちゃ可愛いの買ってあるからね。おー、出た。あ、いわゆるドラム椅子の、おー、重て。まあ、でも土台はしっかりしてないとな、やっぱ。そうですね。ずっとファブリーズにしてた、足だけ、はい、ました。足で踏んでた。足、あー、重たい、重たい。すごい重たいです。あれじゃん、ウィンスペクターのギガストリーマンで。かっこいい、かっこいい。そう思うとかっこいい。開くし、ウィンスペクターはやっぱりこのぐらいの重みのやつで平和を守っているのかな。生身で撃ったら40メートルくらい飛んでたから。かっこよ。いわゆるドラムスローンってやつの足ですね、ですね。これ重った。どんどんどん、まあ、あんまり場所取らずに安定感も出さなくちゃいけないから、うん、足自体が動くから回転してくれる椅子だとか、はいはいはい、わ、いいですね。ラックサックですな。
これ皆さんいいやつです。ドラムの椅子としては最高級です。はい、そうなんです、そうなんです。あ、来た、あ、来た、あ、来た。これはカプチュー大歓迎です。ちょっと待って、スローンでスローンである、あの栗田くんの使ってるスローンと色違いの、ね、うん、そうそうそう、栗田くんのやつが赤のベルベット調というか、ね、そして阿部くんのやつが青の、めっちゃ高級感もあるしいいじゃない。本質で本当座り心地いい、そう、いいんだよ。ロックンソックのドラムスローン。そうそうそう。高い。高い。これは高い。でもこれは本当に長きにわたって使うものだし、ことによっては現場に持ち込むこともあるだろうから、ね。そうだね。あのミノルさんと同じ現場だと同じものを見る。ああ、そう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 。それだけ注意しなきゃ。いいじゃねえかよ。全く同じでもね。ピック系のエフェクター2個くらい買える。いいですね、色違いのことを色値ってする。色値で買うっていう。キャリオがすぐに反応してます。そうなんです、そうなんです。まあ実際その買うとしたらこれだろうっていうのもね、うん、まあ、いくつか調べたんだけど、やっぱドラムスローンだとね、うんうんうん、ロックのソックが良さそうなんで、うんうんうん、これになっちゃいましたね。俺さ、アコギファンアンクラブに出ててさ、その何個か会場で出てたじゃん、はいはい、で会場によっては、すみません椅子これしかなくてって言われて、すげえ軽いドラム椅子、あー、はい、あるね、渡されることがあって、あの全然安定しないんです。結局やっぱこのね、なんか重みがしっかりあって作りが良くないと、うん、おりゃ、これが赤ね、見える見える、見えてるの、今映ってるの、これ、あ、でも映る、赤だこれ、はい、はい、これね、どっちが赤、すごい、はい、バイエイトのメリグリウスだ。おお、懐かしいだこれ。お、懐かしい。ジャストコミュニケーション。This is just communication。この色地のことをまだメリグリウスで言ってるやつ。バイエイトのメリグリウスじゃん。懐かしい。エレガントだよ、ケリー。エレガント。ちょっと待ってよ。2022年で新居でいろんな家具買ってる最中にガンダムウィングの話しなくちゃいけないんだよ。あ、よっけ、お、いいですね、いいですね。これによりだから赤と青のこのテレコの色違いの椅子も設置完了でございますね。まずだから阿部栗田のパーカスドラムスペースから完成が近づいてきていますね。うんうん、まあ、っていうかデカブツがその、あの座らないと僕ら何もできないから。そう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 、範囲が分かんないよね。で、あとは何が届いてるの？あ、全部はパソコン。あ、下がパソコンか。PC 周りですね。ちょっとあのほぐすのに時間かかるんだったら、俺が小物を開封しながら。そうですね。まずは30万ね。これ30万ね。いろんなもの買った、生産しなくちゃいけないから30万をとりあえず。っていうメモ帳ね。メモ帳30万なんて半端な。半端な。ビレッジヴァンガードで作るにしても100万円にしろよ。椅子いいんですよそれ。マジでドラムスローンと思えない。全然座らない。心地の良さ。あとウェブカメラ一応持ってきたから、パソコン設置終わったら一応すぐそっちで配信に切り替えるの。あと、ちょっと待ってね。ああ、ポップガード持ってきてるわ俺。一応これ、なんかに使えば。俺もね、ポップガードその新調したんで。はいはいはい。しかも。あ、そうだ、文具だ。文具をいっぱい持ってきてるんですよ、僕。おしゃれな文具屋さんで。あの文具用、あのトレーね、文具用のトレー。おしゃれな文具屋さんで、ビーチバンガード以上のもの。わあ、そうです。そうです。ビレッジヴァンガードは文具屋さんではないからね。これハサミね、かわいいやつ、日本のメーカーが作ってる、切れ味もよくおしゃれな、同じやつだよね。あ、本当だ、多分サウンドハウスとかアマゾンで安いやつでしょ。900円。で、定期的に家のものをいろいろ測りたくなるから、メジャーでしょ、ボールペンでしょ。これもメジャーだ、これ長いメジャーもあって、文具はこんなところか。で、これと、市川くんが持ってきたこの辺の生活必需品としての生活必需品、あとボールと、あの、こうやってトレーの上にこう置きたくてですね。はい、可愛くないですかこれ。これ玄関に置こうと思ってます、この状態に。卓上にさ、筆立てが欲しいんだけど。あー、確かにここでも使うしね、ハサミ立てたり。はいはいはい、探しておきます。
や、青木さんにこだわりがなかったら俺が買ってくんだけど、まあ、うるさいからさ。悲しい。こんなに部屋について頑張ってんのに、青木くんってうるさいからんだって。まあまあ、実際、この部屋についてはそうだが。いや、まあでも、その、なんか、ハサミと、マッキーとボールペンが立てればいい。確かにね。いい、パッとデスク上で伝えたいものもあるだろうから。あ、石切らけました。あ、わかった、オッケー。文具セットはじゃあ玄関に置いてきます。よいしょ、いしです。きた、いしだ。赤ちゃんぐらいあるの。怖い。え、お前赤ちゃん四角くて重いと思う。赤ちゃん、いやこんなもんだろ。はい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 、これ大変だな。あ、おんおんおん、オッケーオッケー。入りが大変だ。これはちなみにその足目部分には乗るんかな。一応ね、乗るサイズではあるんだよな。乗せてみないと。乗せてみないとですね。そうか、足目部分。そう、足目部分はそれ用なんですね。もしそれが乗せられたらテーブルの上がかなり広く使えていいよね。つくもで購入しました。足目番長、じゃあちょっと足目式の方を。足目式って言うんだそれ。足目部分に物乗っけることを。そう足目式。足目式。あの高いはしごの上で。あ、足目のはしごの上で。一回ちょっと。オッケーオッケー、任して任して任して。なんで？スライドホイール。なんで？なんで？なんであんの？これね、俺が阿部くんに持ってきた。これちょっと待って、ここ入ったら、皆様、投げ銭ですよ。一応寸法は入るんだけど、問題は土台が三角形なんだよ。そう三角形、三角形の足は不安定。さあ、載せるだけ載せてみる。皆様、概要欄の方にですね、5月の応援プランというのがございますので、ここにですね、綺麗に足目足に PC が乗ったら投げ銭の時間ですよ。皆さん、いきますよ。さあ、机ごとぐしゃりの可能性が。これね、ここが狭いよ。あ、え、三角形だめか。三角形だから、でもいけんじゃない。いけんじゃない、いけんじゃない。これね、これ以上進めると、うん、こうなる。ほら斜めってるでしょ、わかります。これまずい、これ。でも入ってんじゃん。これお前、これいいのかよ。おしゃれ番長。そのサイケデリックと認識する。あ、でもそこの手前で止めたらいいのか。もしくは奥にグッて入れちゃうのは？これがギリかな。奥に入れるとケーブルとかが当たる。そっかー。全然。わあ。全然不安定だ。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。俺のセリフじゃないのは分かってんだけどさ。そうだよ。なんだこの足。ちょっと待って、やらせて、やらせて。俺にもやらせて。俺その倉庫版の心得が。いや、やってみなよ。あの面白いからやってみなよ。まあ、ここ入り口から入っていって奥でしょ。しっかり斜めに入るな。笑うだろ、どうあがいても難しい。ほんとだ。でもぴったり。あ、向こう岸に落ちた、向こう岸に落ちた。すいません。向こう岸に落ちた。まずい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 。あ、これ外れなくなったかもしれない。おい、固定ができたことになるわ。ちょっと待って。え？俺キュッて挟まっちゃったってこと？キュッて挟まっちゃったかもしれない。倉庫版としては正解だけど、うん、ステージクリアにはなったかもしれないんだけど、次のステージに行けます。ちょっと待って、体中から油汗が。あれ？あれ？26万すんだ。ちょっと待って。あれ？でもこの安定はしてる。ほらピクリでも動かない。怖っ。これだからその、足目足と一緒に捨てることに。ちょっと待って。え？いやでも置けてるって。置けてるとか挟まってるでしょ。あの、うん、そのもう出てこない。もう出てこないから。あれ？終わりだよ。汗が。電源とか刺すの隙間なく。あるあるある。だってあとあのデスクごと前
前にちょっと出せばいいんだもん。それいいの？一連卓勝。お前それ妥協の産物ばっかりだよ。足回しデスクと26万の PC が一連卓勝に今なる。え、ちょっと待って、すげえな、ルパンと次元が手順で繋がらなきゃ。確かに、だからその、だからその三角錐状になってるから、うん、上に持ち上がんないよね、あんまりね。でも、今は、安定は。安定はやってない。知恵のはやってるみたい。ちょっと待って。え、でもこれ、いやでも、でも、あ、でも、それ外れたから、あ、うん。あ、そうか、向こう岸に抜けるわ。向こう岸には抜けるな。でも、ここに置こうよ。だって下はさ、メッシュなわけだからさ。これめ、この足のはみ出し方わかるかな。怖いよ、このはみ出し方。浮いてる足がどこも設置してないんだ、うん、そう。このぐらい見えるかな、浮いております。でもさ、換気性能としてはさ、完璧じゃん。ほんとだ、4つの足がどこも設置してないでしょ。あ、そう、ここだけ、ここだけ設置してるのが。逆に始末に悪いけれど、これって浮いてなきゃダメなのかな。浮いてちゃダメなんだよ。じゃなくてこうすると後ろ足だけ乗せられる。ああ、取れちゃった。そうするとめちゃくちゃ斜めだ。じゃあこう、じゃあこう。買ったばかりのデスクがガシ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 足に。でもこうじゃない、一旦これで。でもまあここに見えないじゃん、だって足元って別に。配線したとこっかに置くんだよな。ね、すげえな。でも PC 以外に何置くんだよ、ここに。いや、お前ミントの浮き橋とかだ。あ、おしゃれ以外に価値のない。まあ確かに防虫とかにもなるしな、ミントの植木鉢置いたらな。なんか偶然ないから、その音響的な話でさ、うん、三角になってることによってその振動が分散されて劇的に音が良くなりますみたいなやつ。三角形のインシュレーターはあるけども。あるんだ。PC には置かねえよね。確かにな。でもまあ、うん、まあでもほら、ピラミッドパワーと思えば、そうだね。ピラミッドパワーと思えば、 CPU の回転率が何倍にも上がるピラミッドパワー。無限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 。よし、 PC 設置完了。うーん、よし、始まりました。始まりました、スタジオ新世界。違う、俺ここで揉める予定はなかった。いやここは普通にそんなに行くと思ってたんだよ。予想通り買った時点でだろうがやろ。いや、でも入ってる。くん、超めちゃくちゃ宙に浮いてるよ、の PC が。かなんか板かなんか買って。お前三角形の板。三角の上に四角い板置けば安定するでしょ。それに文句言ってんだろ。それさ、高さ今ギリギリだから、うん、板敷いたら上だ。うわ、八方下がりじゃねえか、じゃあ。まあでも一旦これもう出すのも怖いし。浮いちゃったからな。出すのは怖い、確かに。うん、でもまあ別に位置は悪くないよ。紐当たりにくい位置だし。完結は簡単なんだ、足をこれにこっちが。やーだー。足変えるのだ。フットの普通の足にしたら置けんだもん、そこにすって。もう一回1時間半くらいだけで外して普通の足つけるってか。やだやだよ、そんなの。もうみんなのマスコットだろ、この机は。バボちゃんみたいなもんだろ、これ。バレーで言う。最近見ない。そうだね。あっち。一応ハマってはいる。ち、慣れるって、怖がんなって。冷房にするよ。ありがとう。一気にびしょびしょになって、この後水曜ラマーでしょ。吉岡さん来んの。お前ゲスト来んじゃん。そうだよ。モニターだ。くせえやつだと思われちゃう。あっち。モニターだ。ああ、すごい。ナイショ。タイト。あ、これネジ。家の風呂壊れててよ。あ、そうだ。あれまだ壊れてないですか。わ、全然もうオーナーの連絡がつかなくて。それはもうダメじゃない。もうだから全然予定すら立ってない。ある日起きたら空き地に座ってんじゃない。怖っ。ああ、それは今何 PC のモニターです。モニターか。よしよしよし、間もなく完成しますからね。これすげえな。
ていよ。その他ですね、私が本日持ってきている他のものが、はい、あ、いいですよ今日。マグカップ。え？ん？何が書いてある？まあ、かわいい。めちゃめちゃかわいいマグカップ買いました。かわいいだけでクソめくりも立たないと思ってた。良さそうだな。予選もめっちゃ近い。ドライバーがいる。いらない気がするのと、なんて書いてある。あとね。あと食器あるといろいろあの阿部くん近くに飯も作ってもらいたいと思ってるので、丼ですね。ね、丼が2つ。いいよ。あ、青木センスって感じしますね。箱の中に寝かせつけると。いいよ。で、器とデザインを合わせた大皿もございます。そう、人数分正直4あってもしょうがないなと思ってさ、丼同時進行で4人で食わんだろ別に。4人ずつプラス大皿1、めちゃくちゃかわいい。これなんかその陶器をいっぱい扱ってるお店で買ったんだけども、なんかそのイタリアの百貨店に日本のその陶器のメーカーが卸してて、日本未発売のその逆輸入ですみたいな、すごいもうおしゃれで塗り固めたみたいな説明をされたからすぐ買っちゃった。こうなっております。あと、あ、そうだ、いつまでたっても洗剤だけあってスポンジがなかったから、エトスポンジを持ってきましたね。虎のスポンジでございます。いいよ、はい、なのでですね、聞こえちゃった人だけはおすすめの飲食店など募集しておりますなあ、いつどのタイミングで誰か言うかのチキンレースだったけど、俺だったな、無理だよ正直。いいよ、まああと別に隠しても言わずに置いてみただけで隠してもいなかったし。モニターでございます。モニターだ。あ、これは何インチですか。出るの 23.8 ですね、うんうんうん、ゲームに最適もうゲーム配信する用だもん。いやいやいや、もういろいろ用ですよ、いろいろ用で選びましたよ。じゃあ設置をお願いしますと。よいしょ。おー来た。おー急激にもう、おおー、ぐんとひろゆきに本当だ。ちょっと画角にディスプレイも入れよう。ぐんとひろゆきに近づく。ぐっとひろゆき、ちょ、テーブルすげえ今散らかってるけど。ああ、いいよいいよ、ほら。ぐっとひろゆき。ひろゆきそんなちゃんとしたの使ってないね。どういう。ああ、うん。見せるための角度。いいですね。ありがとうございます、本当に。HDMI ってかでしょ。ディスプレイコード。ね、アスパチャいただいてる皆様ありがとうございます。どっちかっていうと概要欄に書いてある5月の新生活応援プランの方が嬉しいです。よろしくお願いします。あ、 HDMI とこれがディスプレイと多分別々。あ、ベッドってこと、うん、まあ、これ配線とかしていくもしていく。よし、じゃあこの辺、いや今日だからこのメインの配信は今普通にその俺のスマホでやってるけど、はいはい、最終的にそこの回線チェックとかもできればやれるといいよね。どうかな。でも今日ね、電源が足りないんだ、タップねえから。ああ、そうか、確かにタップは欲しい、ね、確かにタップか。ダッシュで買ってこようか。いや、ねタップちゃんとしたら買いたいから、あの俺が明日買ってくる。はいはい、はい、あでも最終的に別にさ、そのさ、いいやつにそのパソコン周りはするにしても、どっちにしろなんか携帯の充電とかでその四隅とかでも使うだろうから。そう、いやでもなんか使えねえ、ゴミ増やしてもしょうがないから。まあ確かにな。いや結局そのパナソニックがいいんですよ。そう、あの本当に電源出すだけパナソニック耐久性も込みで、まだ一択です。あ、もう紹介したんで、じゃ あ, あの食器はキッチンに下げますので、ね、ガシャーン扉閉めて俺が全部なんでよ丁寧にやれよ、丁寧に。めっちゃ可愛い、可愛い。マジその単品で見たときに変に派手だなと思うかもしんないけども、料理持ったときに聞いてくるからちゃんと。あ、そっか、こっちにも電源があるんだ。あれ、これがね、パソコンの電源。じゃあ全電源いけんじゃん、多分。
まあ今日はね、今のところは、うん、その電源を挿すには、ま、さあ始まりました、この足目足 VS 安倍総介です、ね、電源させるかなチャレンジ。邪魔ですね、邪魔ですね、邪魔ですよ。一回どうする、机一回前に出す。はいよ、それはもうお任せしますよ。お任せしますよじゃない。全部解決する。何がよ。それはそう。それはそう。足目じゃない未来のことなんか考えんで、そのパラレルワールドのよ。パラレバばっかり言いやがって。もしもあの時ああしてればみたいなことばっかり言ってっからよ、お前は朝のイニオみたいな人生になるんだよ。言われもない誹謗中傷。あれ朝尾イニオとかで花沢健吾みたいな人生になってんじゃん、そうやってよ。嫌いなものが出てくる。好きとか嫌いとか言ってねえだろ。そういうなんか過去にとらわれた人間が主人公になりがちって話は用意してんだよ。気が大きくなっちゃって。アシミアムヒーローだ。なんですさせるだろ、させるけど、まあこれは単純に今電源タップがどうしようかな、一回そっちにつなぐか。そっちに一応2穴あるね、パソコン用の、うん、ちょっと今日は、うん、パソコンとディスプレイの電源がそれぞれ1個ずつあれば別にそれで、はい、あれあれはあるの、LANケーブル。LANはないんだ。まあでも一旦別に PC でその Wi-Fi でもいいのか。それ Wi-Fi ついてる、ついてないのか。ついてる、ついてる、ついてはいる。ついてだったら Wi-Fi でもいい。一旦それで繋いでもいいけど。ついてたよ。なんかついてないんだけど。どこだよ。さすがに持ってきてない。怖え。家に余ってんのとかある？ランケーブル。あ、でも、ね、規格が古いな。カテゴとか。ああ。本当はカテログがいい。今注文すれば明日届くな、Amazon プライムで多分。まあね、あ、まあ、でもそうか、俺どの日タップを買ってくるから一緒に買って。あ、じゃあそれで頼む。あれ、どこ、コーヒーこぼれないか不安がられてますが、エンタメ、エンタメエンタメ、エンタメ、エンタメ、エンタメなら26万ぐらい含めだよ。アズマンガ大王でもそのくだりあったら、なんかそのペットボトルの蓋開いた状態でそのテーブルの上に置いといてすごいイライラするみたいなくだり、あれだよ、あれ。大体友ちゃんに嫌われる理由だから。そうそうそう。あ、でも今となってはわかる。ともちゃんだって盛り上げようと思ってやってんだよ基本的に。何の下りもない状況が続くくらい。これ確かに阿部くんがガンってなった瞬間にもうコーヒージャバーの26万がびしょびしょだもんな。ねえ、ラグも可愛いんですよ。あとこれ、あと俺のマリメッコのポーチね、可愛いですね。あれ、レシーバー1個足んね。あ、レシーバー1個で、あの、全部繋がるから。あ、いや、でも、普通に1個足んないんだけど。あ、でも、ね、しまった、マウスの中でしまって。あ、オッケーオッケー。へー。ロジクールはそのレシーバー1個で、ロジクールのレシーバー規格のものまで、7台とかまで接続できる。だから、マウスとキーボードと、あの左手デバイスと、あの、Bluetooth コントローラーとか。それが便利でね。ずっと僕からロジクルしてる。これをストッチ。設置が進んでおりますし、おお、肘が上がったり下がったりする。それ肘はね、価値5段まで上がって6段目で下がる。ああ、そういうこと。だからその肘足目にもできんだ。肘足目にできるが。右足目にした場合許さない。でもどう使おうかは俺の自由じゃん。そうだな。肘足目。肘足目。決まり手は肘足目。上げ切ると下がるんだ。なるほどね。椅子の海。肘足目。後ろがグニャグニャする。あ、でもこれは文化構造と一緒だ。これだ。これをこうするとこう。ええ。破壊椅子いいね。付属で一本ぐらいついてこない。付属というか、なんかあのルーターの付属は壁から生やしてあの使っちゃったから。そうか。もうないんですよ。付属ゼロ。ラン欲しい。ランが欲しいです。パッと急にランが売ってる。コ
コンビニって売ってんのかな、ランケーブル。あ、結構ね、売ってる。100均とかでクソみてえなランだったら売ってる。はいはいはい。クソみてえなランで、一旦いいけど。一旦今日は乗り切ってみる。なんか2メーターぐらいの安いやつでよければ、あんじゃない。ドゥーバー。時間的にまだ全然空いてる時間な。7時半。このチェアマットはもう少し後ろまであっていいな。そうだね、じゃあちょっと見てくる、ね、あ、すまん、よろしく。足りうる長さのランケーブルを。おあれ 2メーターでいいよね。あ、全然、うん、足りると思う。いいね、パソコン置いてあると急激になんか部屋としてなんか見た目のクオリティが上がってくる。どうした？何笑ってんだ急に。めちゃくちゃ動くじゃん。今足元の阿部くんが、ね、電源等の設置をしておりますよ。あれ、あの洗い持ちって今日も。あ、そうだ、忘れてた。出そう出そう出そう、せっかくだから。今日の安心して。終わった。ずっと置いてあったんじゃない。お土産のところにあったから。そうそうそう。新居にぴったりなおやつ買ってきたんだ、わらび餅。新居で食うのにぴったりな。パフパフ。そうそうそう。なんか昔からその新居はやっぱりわらび餅を食べることによって、なんかその最初に汚しとくことによって、ね、ふーって、そうそうそう、ふーってする文化があるとされてる。バッシュ踏むのと一緒、靴あぶんのと一緒。ねえ、これっていうギャグで買ってきたけど、はい、市川くんが持ってきたてのこのキーボードとかマウスの上で食うのさすがに忍びないから、ちょっとスペース作ってわらび餅食べよう。よいしょ。箸あるよな。ありますあります。あれデスクの奥空いてんの不安だわ。一旦配線のために。来た。電源入りましたよ。電源入りましたよ。モニター箱は押し入れ入れちゃいます、うん、箱ってさ残すの。いや、あ、捨てちゃう。捨てちゃっていいと思うよ。うん、スペースがあんまないから。そうそうそう。俺も数年前までは念のためと思って残してたけど、最近もう捨てるようになっちゃった。保証書ついてない限りは。ね、オクタ Windows 98。逆にマジか。どうやって手に入れたんだ。26万かかんのかな。逆にね、それ、国または地域は日本ですね。はいはい。正しいキーボードレイアウトはこれ分かんない。大丈夫です。大丈夫。はい。はい、IME で大丈夫です。IME なんだ。2つ目のキーボードレイアウトを追加する？スキップ。スキップ。ネットワークに接続しましょう。あ、Wi-Fi 飛んでるの？感じています。感じている。感じています。Wi-Fi を。カズレーザーシステムだ。感じてカズレーザーシステムが入ってんだね。Wi-Fi が飛んでる。あと今俺を笑わせると、笑わせるとやばい。粉がやばい。一回俺食べますね。カズレーザーシステム感じてんだったら、うん、ランいらなかったな。まあでも、まあ確かに。あ、でも市川君連絡したわ。ああ、いらないよって。一本入れますぜ。あ、いいよ。これでじゃあ接続にして、で、ちょ、これだろ、読み上げる。あ、ちょっと待って、指が。まあでも優先
でやれば別にそれも越したことないわけですね。そうだね。ただなんかあの間に合わせて買っちゃうぐらいだったら。ああそうか。いやまあ。え？ゴミ優先をこのためだけに使うのは全然いいんだけど。さあ。俺？片手でわらび餅を持ちながら片手で入力を。あんまり。あれ、ハリウッド映画の凄腕ハッカーみたいな。そうね。独特なもん食ってんなーっていう。っぽいな。あと最近のほんとモニター綺麗だな。食べなわらび餅。わらび食べる。うまいよ。ベゼルが小さくていい感じだ。ほんとだ。確かに。大丈夫だ。急に個人情報出ないよな。まだ何も入力してないから。うまい。そう。別に購入するときになんか性癖とか聞かれなかったから大丈夫だ。一番最初からもうそのパーソナライズされてて急にそのドンピシャのもの。え？壁紙が黒ギャル AV みたいな。やりすぎだよ。パーソナライズするにしても。さあ初期設定進んでおります。準備を行っておりますという。ぐるぐるが。あ、この場所の名前とか。あ、そうだ。二度と二度とこんなミスが起きないように。そうなんです。あの長らく、決めずに置きましたですね。スタジオの名前というかですね、この部屋を借りてから春から始まったこの企画自体の名前、うん、踏まえましてですね、改めて、考えましてですね、何度か今までもですね、YouTube の配信とかですね、Twitter の方でも、使ってきたですね、ワードとして、うん、新生活というのが、ね、新生活、新生活、うん、これをそのまま場の名前にしようかなと思っております。うん、なので、こちら。先ほど聞いた地名の方は忘れていただきまして、そうですね、スタジオ新生活でございます。そう、新生活という名前のスタジオにしようという形で、うん、昔アコギファンクラブをやってたライブハウスがスタジオ新世界で、はいはいはい、あ、違う、ライブハウス新世界で、はいはい、ちょっとかっこいいなと思ってたので、はい、新生活、何年住んでも新生活でございます。スタジオ新生活です、ね、はい。なのでですね、これからはだからハッシュタグとかもツイッターとかではそのとりあえず実験とかを、うん、まあ家庭で使ってたけれども新生活に切り替えていきたい。で、さすがに漢字の新生活はハッシュタグとして使うには多分普通になんか、うん、春先にいっぱい大学生とかが使っちゃうので、まあうでね、アルファベットにしましょうか。アルファベットで一旦新生活、うん、この、使ってる人いるのかな。いなければいい。いや、ほぼほぼいなかった。あの一回調べては見た。じゃあアルファベットで新生活ですね。ツアー TSU かな、うん、でやっていければと思っております。そう、カタカナにするのは非常に怪しいですよ。そう、怪しいですね。カタカナは避けていきましょうね。ちょっとね、たまたまね。そうそうそう、タイミングで、ね、あ、なんかすごい難しいこと急に言われた。100万円とかは。これ明確に100万円を取ります。怖い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 。これ下まで読んだら100万円を取りますって書いてあって、同意って押したらもう100万円なんだ。でも同意しかない。本当だ。本当だ。マイクロソフトひどいことするな。でも俺がこんな長い文章を読まないと思って舐めやがって。くっさー、一行もわからん。でも全部読んで。めっちゃ読んだ。同意。同意。さすが、よかった。そう、速読が、あ、デバイスに名前が付けられるよ。ああ、付けられる。デバイスに名前が付けられるのかっこよくない？なんでなんですか。チちょっと直前に今新生活だって始めたのにパソコンだからチーでいいの？なんでよりパソコンにしたんです。チーかー。ちょっと待って。え、山崎ゆり。山崎パレ。山崎さんは関係がない。全然関係ない。この世で一番似合ってたけど、2022年においてはついてっきり山崎さんパソコンなのかと思って。マルチじゃねえよ。フルハートのこと思い出すんじゃねえ、いちいちこんなタイミングでよ。石川さんに電話してんじゃないよ。スモモね、スモモ、小さい方スモモだったね。あんな、どうしよう。CG みたいな美人なのに。ちょっと石川さん待ちですかね。パソコンに名前をつけるとしたらってこと、ね、ちょっと一回ますか、これな。
ちょっと連絡がつかなくなっちゃったんですけど。電話してきます。ランケーブル買いに行って行方不明になったんで急に。そんな遠くじゃないです。わらび餅食べながら待ちますけど。いいよ。今我々は。あぶねえ。足が転がったらもう部屋が粉まみれだ。アホキ君全然こぼすタイプだから。そう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 。こういうの。一番うかつだから。デバイスに名前を付けましょうと言われてしまいましたですね、これはもうなんというかその全員の意思が統一されない限りは決められませんので石川君の帰宅待ちです。デバイスに名前を付けるってあるんだ。他のデバイスから接続するときに簡単に認識ができる1位の名前を付けてください。まああんまやんないから大丈夫。スマホと同期とかなんかリモートコントロールみたいなこと。うん、まあそんなに使わないから何でもいいと思う。何でもいいけどさ、名前をつけましょうって。数日だけにすることはできなくて15文字以内、スペースまたは特殊文字は使用できません。まあ、普通にカタカナ、ひらがな、漢字とかで名前をつけることができる。なあ、パソコンに名前をつける。これがもう我々の本当にこの部屋での配信生活の第一歩だから、ようやくスマホ卒業できますからね、これによってね。YouTube のこの後のそのなんていうかあれ、ログインとかしたら普通に、あと OBS とか入れなきゃダメなのか。あー、まあそうだね、ウェブカメラが、は一応持ってきた。そう、OBS 入れるとこまでやるのは面倒いな。うん。まあ今日明日でできるところまで進めたくはあるけど、どうせまだ1時間も経ってないからさ。だらだら会話しながらいろんな作業進めたらいいじゃない。別にその演奏とかはしないんだし今日。まあそうだね、今日はあんま飯別に食ってないし、うん、ゆるゆるとやれるところ。そうそう、今日はね、俺ご飯食べると眠くなっちゃうからそうか、パソコンの初期設定って久しぶりだな。なんかこんなくだりあったっけ、デバイスに名前をつけるみたいな。最近はだから家族用のパソコンで普通にその新一大輔ユーマみたいな、その誰がログインしてるユーザーね、ユーザーはあるけどそれじゃないんでしょこれ。そうだね、それぞれがそれぞれにパソコンに名前をつけてくれている。Wi-Fi も今初期設定のままだけど、パスワードとかをスタジオっぽくしたいよね。はい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 。あのそうノアとかさ、はい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 、スタジオ行くとそのスタジオっぽいパスワードがついてるじゃないですか。そうだね。そうだね。何もそのなんというかその本気でログインしにくくするっていうよりかは来た人がログインしやすいようにみたいな。そう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 、来た人からするとそのパッと見で理屈が分かるパスワードの方が分かりやすいよね。そうだ、あとあれだ。未読です。未読普通です。市川くんにはゴミを買ってきてもらうことになる。残念ながら。そうね。今ね、話題に上がりましたのでせっかくなんで持ってきました。こちらアップで見るのは皆様初めてじゃないでしょうか。こちらですね。これは素晴らしいですね。素晴らしい。これね、山崎恵里さんのサインですね。でこちらに、チー。チーもチーってあんま書かなかった。確かにチーがチーってサインすることあんまないと思うんだけどもね。はい、こちらね、高かった。すごい高かったです、ね。これはでもこの世にないものですからね、本当にね。ね、このこれ自体、このサインなしのもの自体をゲットするにもとんでもない額がかかりましたし、このように唯一です、あの日山崎エリーがつけ、山崎エリーのサインが入ったこのチーの耳っていう意味わかんないもの、使われなかったんですけど髪留めもセットでした。このボビンみたいなやつね。この要はそのあれよ、お土産のここのところをこうやってこうくくるやつのセットで、購入いたしました。こちらでございますね。もともとなんかこの内側がこのネジ止めになってて3箇所ぐらいで調整できるんですけど、あの真ん中でセットしてあったんですけど、これが山崎さんの頭蓋骨があまりにも小さすぎてゆるゆるになっちゃって、その場でこのネジ回しを外して
一番小さい場所に取り付け直すっていう作業がありましたね。で我々そのバンドマンなのでその、まあ、人によってはドライバー持ってることもあるんですけど、その日はドライバー誰か持ってるって言ったらそのローディーでついてきてくれた篠塚くんがありますっつって学園祭学園に何が起ころうとも絶対に対応できるように全部持ってきてますっつって替えの弦とかドライバーとか篠塚くん大丈夫かね。ああ本当え、なかった見た。え、何病気。え、病気っていうかそのそうね。あ、そうなの。割と深刻に、うん、あら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 片玉がなくなるかもしれない。ちょっと後で確認するわ、うん、あんまツイッター見てなかったここ数日。そうかそうか大変、後ほど確認します、うん、あ、そんな篠塚くんが頑張って調整もしてくれた山崎エリー耳でございます。で今の話題とは関係なくですね、これ ね、 ね、ポリスエナメルポリス棒ドクロ&トゲ付きで、トヨタ萌えさんのサインと7って書いてあるっていうチー7チーと7です ね、 これね、チーと7が揃った唯一の日でした。これだから、スタジオ新生活のそのもう一つのそのなんというかアイコンにしていきたい。そうだね、ないキャラクターないキャラクターですけどね、うん、だからトルソーかなんか買ってどんどん設置していって一つの生命体にしていけないから、キメラだあ、駒川さんから何ももらってねえや。もらってないね。なんか強奪しないと。そういろんな人のゆかりの品を貯めていって、スタジオ新生活のそのなんというか入り口に飾りたい。よいしょ。なあ、基本的にだから前も言ったけど、割とその人からもらったもので家に置いといてもしょうがないものとかが結構あるので、はいはい、ブラックマジシャンガールのタペストリーとか。怖いっていうのよ。うん、いや家に置いといてもさ、ブラックマジシャンガールのタペストリーをさ、世界一からもらったやつだろ、世界一からもらったやつただマジで一個も俺遊戯王のことわかんないのになんでくれたんだろうっていうか、まあありがたくいただいたから飾ろうとは思ってるけれども、うん、まあ、どうやってこうなんかゆかりの品とかは増やしていきたいと思っている。会った人ゆかりの人に物をもらっていこうと思っている。まあその辺とか飾れるしね。そう、ちょっと何、いや普通に、あ、いいよ、普通にそのおお、こっちをこう今コロコロ、ああ、測るんだ。そうなんですよ、そのアルパカの爪だっけ、それなんだっけ。これはでも木の実だ。普通に木の実だ。それはアルパカの爪もあるよ。ラテンパーカッションの横に7棒が飾ってある状態確か、あー、でもハンティングトロフィーみたいだ。野生のナナを飼った後みたいになってちょっとかっこいいけど、ちょっとかっこいい。チーミミ、チーミミ、チーミミも飾ってみる。いいよ。この壁はなんかすごいけど、これじゃコロコロ置いてたね。あ、そうだね。いいよ、いいですね。かっこいい、かっこいい。次々に野生のアニメキャラクターを飼っていった感じが。あ、実績トロフィーだって書かれてた。実績トロフィーがある。ナナとチーの実績書いてたな。確かにこれは全然いいな。だから我々がその自分のお財布で何かを買って演者に身につけさせて返却してもらうっていうのを、うん、繰り返し続ければ。そうそうそう。毎回サインをもらって。そうそうそう。で最終的にこの。スタジオ新生活がニッチもサッチも行かなくなったら全部売り合い。最悪だ。そしたら驚くべき利益とともにこの部屋を解約することができる。いいね。よいしょ。ここにブラックマジシャンガールとかも来るかもしれない。そう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 。いやでもなんかおしゃれの範疇にはしたいんだよな。ブラックマジシャンガールむずいんだよな。制圧力が高すぎるタペストリーじゃん。強烈だな。これだったら何だか分かんないじゃん。まあね。そうそうそう。本当に実績トロフィーみたいな。そうそうそう。でかいしな、そのポスターも。そうなんだよ。タペストリーか。その辺は難しい。とりあえずだからあとはいろいろもうすでにこれ持ってこようっていうのもあるし。ああほら、栗田君も持ってきてたじゃん。ああ、そう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 。今。ゆかりの品。そう。有名人ゆかりの品。ああ、それか。これこれ。これ。俺、マネッケで
浅沼さんから、うん、いただいた誕生日プレゼントなんですけど、そう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 、この何ていうの、的に中にこのスパムとかが小さく入っていく小物入れになっております。そう、これずっと家にあって、電流、モココメリープが入ってたんですけど、そうだ、写真で見た、そうだそうだ、せっかくだからここに持ってきて、ね、いや俺も確かギターケースの形のやつもらったから、そうそうそう、俺も小物入れとして持ってこよう。でこの一番ちっちゃいやつに、うん、どうにか市川さんとかに穴開けてもらって、はいはい、灰皿にしねえから。おお、しゃれおしゃれじゃない。はいはいはい、確かに確かに。この灰皿が置いてあるのは許してくれそうじゃん。俺が。あ、俺だった。メタルだけど。今楽しく喋ってるのかなと思ったら牽制されてる。まあ穴開けちゃうのももったいないんだよな。うん、でもまあでも使うものなんかこう腐らせるぐらいだったら使うものにしていった方が、うん、なんか部屋的にもいい気がする。かわいい。いいんじゃない、いいんじゃない。浅沼さんにいただいたブリーフあるじゃん。ああ、あるね。飾る。おお。だるまかなんかのやつ。だるまかなんか。はいはいはい、はい。めでたいし。全員分ある。ただ一回は履いてんじゃん。はい。なんか、ね、それがモヤモヤするかも。そうだよね。あとこの隣に置くのはちょっと忍びないな。ああ、確かに。誰かの履いたブリーフだからな。確かにもらいもいろいろあるからな。あ、そうだ、旗もあるよ、旗。あ、そうだ、フラッグある、ね。旗とかも飾りたい、ね。はい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 。それも入り口のところ置いた気がする。と前回も登場したけども、しゃべれ学園祭の番組ロゴフラッグ、これはもう本当にあの、グッズのちっちゃい旗じゃなくて、イベントのステージの後ろに貼ってあった巨大なやつね。はい、来ました。多いんだよなこれがまた。全然いいんだけど、これ多分まだあの A&G ショップで発売中となっております。あるんだっけ、ないんじゃない、いや、ちょっとだけあった、ちょっとだけあった、うん、だからもしあの会場で買えなかった、あの売り切れたが買えなかった人とかにぜひぜひこちら思い出として良いデザインですので、よろしくお願いします。良いですね。わらび餅食った、食った食った食った。じゃあもう全員上手に食ってんだ。俺な、普通にイベントみんな見てほしいな。うん、そうそうそう、まだあそうですね、多分配信アーカイブ変えますので、ご覧になってない方はよろしくお願いいたします。財布はもう仕切った、あと PC のなんかあったっけかな、俺 PC 進めちゃう、もうやっちゃうか、どうしよう、名前、一旦スタジオ新生活とか、あー、チって打ってた今。チって打って L を押してたわ。一回これで見てみようか、みんな一回、はい、一回見るだけ見てみようか、 LI ね。ちょっと違う、これだから来客まねっことあんじゃん、多分あります、ね、なんかログインの時とかに出てくるのかな、この名前ってやつは出るんじゃないですか、他の会社から接続するときに簡単に、あー、まあ、うん、まあ、大丈夫な感じするよね。おーおー、いや時間かけすぎて落ちそうになった。よし、じゃあ一旦スマンガなことはないが、スマンガ新生活で、じゃあ、あ、今はスキップもあったわ。え？こんなことに時間かけてどうする。まあじゃあ一回新生活で、はい、あとあとどうとでもできるだろう、これで再起動がかかって使えるような状態になる、うん、そしてネットがもうつながってるってことは、普通に OBS とかも入れようと思えば入れられるかもしれない。そうだね、インターネットはつながってると思うけど、これどうしたらいいんだ。あ、それはそれはまあ別に山崎さんも使ってないやつだけどな、その紙止めの。使ってないけど。普通にわらび餅がうまくてよかった。さあ、再起動がかかりました。おい。確かに、ほこりまみれにならないように気をつけないとな、せっかくのいいものだから。確かに、せっかくのいいものか。サインイン、マイクロソフトアカウント、誰のでアカウントサインインしとくのがいいんだ。多分阿部くんが一番使う機会多いと思うけど、阿部くんも俺多分この部屋でほとんどそのパソコン俺主導では触んない。アカウントか、覚えてねー。あ、
作れるけどね。作ってもいいのか。まああんま使わないけど作ろう。そうか、決めることいっぱいだな。こういうことでいいのかな。これもあるのか。これは？PC 映さずにその設定をする配信でない。取り込まずにね。ギリギリ画面映ってるからちょっと外すけどさ、どう？え？これチョビッツアットマークアウトル。マイクロソフト側も今って思うかもしれないから。こういう方が安全じゃないの。安全とかは別にない。安全とかはないの、うん、別に。それで取れるならダメか。ダメか。さすがにダメか。これは？それはいけんじゃない。ああ、いけた。パスワードね。まあ、パスワード周りは必要になってきますけど。パスワードを決めなきゃね、なんかいろんなことで、その、投与するにあたって、とりあえずこれにしとこうみたいなやつ。わ、意外と外れるな、これ。マジか。パスワードどうしようかな。あ、ミノルさんの配信始まっちゃった。始まって、まあしょうがない、YouTube をやってる上ではもうしょうがないことなんだ、これは。向こうがすごいもん。そう、ペースが。今、キラキラやってんでしょ。初日かなんかは見たよ。バンドものね。パスワード。普段俺が使ってるやつでいい？いいっすよ。まあ、共有すればいいからな。これの手元ギリギリ映ってないよね。あぶねえ。危なかった。なんかとんでもないさ、なんかその独身術のさ、タイピング版みたいなやつがさ。バレるバレる。ちょっと待って。これでまとりあえず作ってみよう。普段使ってる青木くんのすべてのパスワードがバレる可能性が。大体同じにしちゃってるからよ。俺の名前で登録しちゃうね。はい。こんな初期設定前としたこと。セキュリティの情報。これはここにしとくか。これは、うん、みんな見れるやつだな、はい。これで PC セットアップ実況。あんま聞かないね。あ、で多分あれだ、メールが来ちゃって、俺今スマホでメール見れないから、みんなで共有してるメールで多分、うん、あ、まあ一旦大丈夫だ。これで、あ、いけるか。作成、これもあれでいいや。あれでいいです。あれでいいよな。あれでいい。大体わかった。大体わかった。俺全部これにしてるから。それはどうかと思うけど。で、口に出しそう。普通なセットアップって人に見られないから。うん、怖いよ。緊迫感たっぷり。おかえり。なかった。なかった。大丈夫。代わりに。代わりに。大丈夫大丈夫。あ、代わりにプリンかけた。もっといいものが来た。なんでランの代わりになると思ったんだよ、それ。ランが入ってるから。ランが入ってる。あ、わらび餅食いな、わらび餅。ランが入ってる。新鮮な。位置情報とかデバイスの検索、この辺、なんか、わからん。あ、まあ、一旦いいや。一旦、同意でいいの？うん、後で変えるわ。その、全部家にしなくてもいい。逆に全部はいでいいの、これ。はい、後で。本当に？本当に？大丈夫、大丈夫。後で適当直す、そこは。全部俺同意しちゃうから。これ何？これは何？スキップ。スキップ。あ、そしてこれ最新の
Windows ってことかな。そう、これね、多分11出た。俺がずっと拒否してるやつだそうだよな、そりゃそうだよな、今買ったんだもんな。まあ今買っても結構10のやつ多いんだけどね。はいはいはい。つくもさんは無料で11にできたので11にしておきました。で、多分次でいいんだよな。はい、急に100円取ろうとしてきたよ。え、いいいいいい、急に100円で参加って言われた。あ、それでいいです。あ、公衆プログラムもたからちょっと時間かかるかな。まあいい、まあいい。全然叩いててもいいよ、そういう物件だから。か、叩いていい大概の場合さ、そのちゃんとスタジオで入ってると時間もったいないからその遊びしないじゃない。あ、だから小板くんいない間に叩くとかはやっていいんだな、この部屋。どきましょう。数分かかるみたいだからちょっと叩かしてもらおう。やれとく。俺がそっち行こう。よいしょ。がっつりドラム叩かれるとコンプで声全然聞こえなくなる。あ、そう、ね、座り心地いいな、やっぱりこれ。ちょっと抑えてもらえれば。お、結構がっつり。どうなんだろう。あれは聞こえてんのかな。やつはこれ。こうしてこうか。天才。ドラムに向いている。あえよ。長年バンドやってるからドラムは聞こえます。どうですか、聞こえてますか。お、うまい。ラーメン、ラーメン。ドドンかできない。ドドン。置いときますよ。普通に叩けるようになりてえな。もう一人で全部できるよ。ああ、むずい。うるせえ。あ、ドラムって叩いてる人こんな。そっち側が一番うるさいんですよ。確かに。本当だ。おどんかできない。おー、PC ついた。PC ついた。OK。えらいもんでよくオープンやってるなって。これむずいけど。逆に連動させた方がむしろやりやすい。ああ、なるほど。一緒に浮いてる。そうそう。終わり終わり。
PC 起動したよ。やった。やった。疲れちゃうよラジオの前に。バスピアニカある。それも一角が持ってきたよ。なんで持ってんだよこんなもん。いやかっこいいから。見た目はすげえかっこいい。バスピアニカ。そうです。全然使ってないですけどね学園祭学園で。バスピアニカ。しかもピックアップがついているというのをこれは市川くんが買ったんです、はい、吹いたこ全然俺吹いたことない。あのね息がいる。あ本当だ息がいる。例えばいい苦しい。よりいるんだ。めちゃめちゃ苦しい。そうだね。ね、いわゆるなんだピアニカ的なフレーズは吹きづらいかも。へえ。こうピアニカとかでこうやるんだけど。立ち上がりが遅い。立ち上がりが遅いから。なるほど。しんどい。1個目の方がじゃあ中なんだ。チューバ的な扱いが多分正しい。そうだね。苦しい。超苦しいでしょ。めちゃめちゃ苦しい。そう日頃吹いてる阿部くんはより一層痛感してくると思う。いやだから本当ホースじゃない方がいいんだろうな多分ね。確かに短い口のやつね、うん、あのトランペット口、ね、しんど寒くなりました。ちょっとね一回ですか。わあかわいい何あれ、もうそのくだり終わったからいい。俺は今初めて見てる。一回パソコンの名前つけなくちゃいけなくてチーにすごって話までやって終わってるからスモモ、その話をした。コメントでスモモって書いてる。スモモのパソコン、ちっちゃい方がいい。あのパソコンは結局なんかその、なんで？ここが新生活っていう名前であることもぐるっと発表になりました。素晴らしい。新生活でございます。超好き。苦しい。自分では吹きたくない。あの設定はする引き続き、あの YouTube ログインしたり。ああ。でウェブカメラがついてない。あカメラね、俺持ってきたから繋がるよ。あ、じゃあそこから自分の画角みたいなこともできるんだ。つけてみるか。やれる範囲でやってみよう。オッケー、じゃあこれアンプつないでみるわ。うるさいにうるさいが乗ってくる。電源どこ？取れないっすか？いやあの PC があの安定感もないから前面のその USB を挿そうと思っただけなのにズルってズルこいつこいつよ。まあほらでも誰のせいでもないからさすごいめちゃめちゃいいやつじゃん。誰のせいでもないからさ。明確に誰かのせいなの。誰のせいでもないから。すげえな。どういう機構なんだこれ。いるんだな優しい人ね。こういうことか。そうなるほど。配信全然固定はされないけど。へえ。成功して俺は試しにギターアンプを鳴らしてみよう。どうしよう。とりあえず。そりゃタップいるな。そっかアンプはあんのか。そうあるあるある。全員に2メートルぐらいのタップを買ってくるのが良いと思います。
ちっちゃい DI って普段持ってる。あるある。ああ、これ今はない。アコギの方のあれに入れちゃってるな。あれがないと LINE で送れないから。あ、なるほど。アンプにマイキングがちょっとこの部屋はやりすぎ。そうだね。じゃあ次持ってくる。なるほど。ああ、確かに確かに。周りのケーブルとか、そう、あ、そこに全部入れたんです。そうだそうだ、いろいろある。いろいろあるけど、あ、はいはい、あの内部のデバイス増やす時の、はい、電源とか、これ何？それかっこいい、あのウィーリモコンセンサーみたいな。なんだこれ？ケーブルかっこいいとかある？なんだこれ？これ何？これ何？あ、ASUS の Wi-Fi ムーミングアンテナ？あ、Wi-Fi アンテナか。なるほど。ああ、なるほど。届かないときはそれつなげて。そうそうそう。あ、まあ、ちゃんとした有線 LAN をとりあえず買おう、はいはいはい、これは。それはもう明日やっていきます。11だとこういう、俺も11は使ったことないから。11なのこれ。11か、そうか。あのすごいなんかコードギアスみたいな会話だ、ね、あのお前はちょうど30代のコードギアスの話ですが、すごい、なんだろうこの耳が。11って久々に聞いたな。え、11なの？11なんだよ。まあ、ちょうど30代後半だな。もうなんだろう耳なじみと思ったらコードギアスみたいな。なんか今コードギアスなんかソシャゲかなんかやってる。あ、やってますね。めちゃくちゃ CM 打ってます、ね、あれこれさあ、ごめんね、うん、これ OBS で仮に配信できたとしても、うん、マイクがないね。あ、でも一応 PC 内蔵が反応はしてるな。これじゃ、これのマイクじゃん。あ、これマイクついてるのか。あ、そういうことか。じゃあ一応いけんのか。でも明らかに今日は iPhone の方が。そうだね、 iPhone のマイクよりは。配信まで行く必要はないけど、フレキシブルじゃない。だから設定まだしたら明日とかできるかもしれない。いや、できるよ別に、やると思えば。でもあれか、いいよ全然並行して、ミキサータク広げ始めて。ああ、そうか。あとゲーム部のアカウントあるから、ゲーム部のアカウントとかで入れば一応こっちから別で2窓で配信。ああ、なるほど。一回試しにやってみるのはいいかも。さあ、ライブ。そう、これ今その右クリしたら削除がねえなと思ったら、これが削除になってる。本当だ。あ、なんかツールバーになってんだ。そうなの。じゃあもう分かんないよ。イレブンの話。イレブンの話。右上にないんですか。右上っていうか、その、はい、こう、あの右クリで出てくるウィンファイル、ファイラーでファイル右クリックしたときにツールバーになって、その中に削除っていうのが出てこなくて、えって思ったらツールバーみたいになってんのね。ねえ、初めて FF でやった時みたいな。全然システムが分かんない。エイトは別ルールだ。全然システムが分かんない。ジャンクション、ジャンクション。エイトが特殊だったの。エイト面白いんだよ。エイト面白いっす。おー、じゃあだーだーだー。ごめん。おしまいじゃん。どうしたの？わかんない。多分これなんか。これか。これ音出ない、出ないね。オッケーオッケー。グイングイン。クイタ君。はい。うわ。そうか、YouTube が見れる。YouTube が見れる。そりゃそうだけど。まだ YouTube 配信しながらみんなでミノルさんのキラキラ見るんだ。ねえ、せっかく繋がったんで今。内田ミノルさんのキラキラ配信をね、ちょっとこちらの方で映してはみましたけどね。
あーやってたな、いい曲だ。配信できますよ。お、あ、本当だ。この画面見たことある。見てみる。やる？まあでもこれ OBS 通してないんだよね。おー、 OBS 通すんだったらちょっとやり方を変えないといけないけど。見苦しい。
BTS でやるんだろう。適用したらいけんじゃない？映ってないね。映ってない変なもん映ってないね。これでやって、うわーバロンだ出た。これもう半分アンプ、アンプの旅行を諦めたからいいギアに使おうと思って。すげーアバロン買ってました。家でね、何回か撮ってみたカメラに見せてやれよ、アバロンを。そんないいやつを。イエーイ、めっちゃいいやつ。アバロン高級 DI だほら、ほら来た。皆さんの電車が高級 DI なに、サブちゃんの方では。これは大丈夫なのか、そもそもそ規約的に大丈夫なのか、同じチャンネル。わかんない、わかんない。あ、チャンネルは違う。あ、そうか、チャンネルは違うから。ミラー、ミラーだ、ミラーそうですね、自分でミラー立てる。今ですね、ゲーム部の方で、PC からウェブカメラによる配信が行われているはずです。ご確認お願いします。見えているでしょうか。あれ、まだこれ公開されてない。非公開なんじゃない。あ、でも公開されてないか。俺だけに見せてどうするんですか。アンプだー。すみません、まだ公開されてなかったです。これで公開したら、すみません、まだ公開されてませんでした。これで公開にして保存したらいくのかな。あ、公開にしました。来たー、ほら来た。できてんの。いけた、いけた。なるほど。で、一応音声もいっている。うん、いっているはず。音声いってますよね。音声いってますよね。もうすごい音悪い。音悪いだろうな。音悪いだろうな。音悪いだろうな。待ってな、ウェブカメラ付属のマイクなんだ。うん、できたこれにて、あとはマイク環境さえ整えたら配信がもうこのパソコンの経由でできるわけだ。そうですね、 iPhone 卒業だ、ついに。ミキサー繋がないとだね。そうだね、そうね、うん、ミキサーをオーディオインターフェースの代わりにはできるんでしょ。できる、できる。だドライバー入れてそう認識させればできるが、俺はやったことないから、はい、それちょっととりあえず明日やってみる、ね、そうしようか。で、俺は俺のところに普通にボーカルマイクというか赤毛を立ってって。誰でもいいし、ゴッパーなんかね、俺ゴッパーはいい気がする。まあ確かにグワングワン回るから。はい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 、はい、確かに超指向性の高いやつの方が安心して使える気がする。表面だと拾ってくれる部分がいい気がする。でもカクカク、まあウェブカメラは多分そんないいやつではないのでカメラも家にあるもうちょっと高いやつ持ってくれば多少画質はマシになる。うん、じゃあすいません、テスト配信終わったテストだから。マジテストじゃん。ありがとうございました。本当にただのテスト。一回すげえでっかい音出してみてもいい。試しドラムぐらい出してみます。あ、次上げていきます。ワット数、ワット、結構でかいね。We'll be right back.
当たり前のようにこれができるんだなぁ。あ、ロッツそこにあっちゃった。ロッツの裏で叩いてそんなに鳴ったんすか。どんな音で硬いゴムだから聞こえてるんだろうか。後でアーカイブを確認してみる。さすがにドラムうるさいでしょう。まあこの環境ではさすがに iPhone ではやらないから。そうだな。あとだから本当にミキサーか、まあ、ミキサーそこ設置して。おうおうおう。だからね、ケーブルが足んないんだよ多分。その、あ、俺がその、あの測って作るつもりでいたから。はいはいはい、まあ、そのクソ長いのがいっぱいあるんだけど、と当座それでしのぐとかは全然できると思う。美しくない。美しい配線か鈴木になれない。あいつケーブルのことを、ケーブルのことを、いろいろ受けてそうなっちゃったんだ。まあでも一旦できる状況にはしてみたいね。まあ音だけ出してやってみてって感じ。うん、そうだね。普通にだから我々のいつものミキサーにつないでイヤモニでできる環境をまずは、うんうんうん、その配信とか置いといて。はいはいはい。安倍でしょ。やっぱりだマイクケーブルが足りてないんだ。足りないね。ちょっと一旦練習できる環境にまで持ってかないと。持ってかないと。どうせ明日集まるけどさ。うん。明日はどうする、その環境の構成に割く、それとも時間かけてもしょうがない、物が足りてない。まず、まあ、物がないから、まあ、とりあえず音を出してみるという目的でだったら別に全然いいと思う。嫌、うん、かもしんないけど一回完成させてみたいな。でそれを YouTube に載せるっていう作業を試しにしてみたいかも。うん、YouTube に載せるのはまた別途必要なんじゃない、あの足らないもの感じじゃない。いやでもミキサーからあれオーディオインターフェース扱いで多分つなげるんだよ。 USB と、これがだから USB と LAN ケーブルを買ってきて、あとタップ、そう、電源がまず全然足りてない。タップがってくればでもできるんじゃないかな。マジか。うん。いよいよ。だからその安倍くんのやつをなんかどれか選択式にするとかだったらば、まあ全部は繋がなくて、とりあえず全部は繋がなくていいから。か、あと1個その USB マイクを買ってきてパソコンに繋いだら、それだけでエアーでなんとなくできる。確かに。エアーでならできる。プリン食べよう。プリン食べる。あー PC 来たな。いやー、ようやくだ。あれ青木くんのその足の角度で、うん、その三角の底板が隠れてんだけど、うん、ずーっと不安なの俺の板が。今にも絶対絶命都市って感じなの。名作じゃん。その宙に浮いてる、ね、宙に浮いててしかも斜めになってるから、ここからでしょ、タイミングよくボタンを押すと復帰できるでしょ。復帰できるし。かもしくはその、あのハボックが暴れてて、物理演算バカなんだけど。うん。あ、もう90分も経ってんのか。そうなんですよ。本当だ。びっくりした。コメントから、プリン美味しいって来てますよ。うるせえ。うまいに決まってんだろうが。まずいプリンなんか食ったことねえ。確かにな。確かにないな。だけど。まずいプリンでどうやったら食えるの？ YouTube の企画にする？まずプリン、まずプリンを作ろう。作ろうか、作ろう。だって売ってないじゃん、まずプリン。やるとしたら、あれ、プリンに醤油で海だっけ。プリンに醤油で海だね。逆にプリンを海にしようの企画。ウニをプリンにしよう。あ、でもウニプリン、ウニプリンで、ウニに絡めるソース。なんかそのウニをめちゃめちゃ大量に使ってカステラみたいにするやつがあるって言ってたよね。なんかね。ああ、はいはいはい。伊集院さんだから、うんうんうん。聞いたことある、聞いたことある。茶碗蒸しだね。本当だ。ウニプリンは。確かに。エビいいよエビ。そうだ、忘れてた。YouTube の
コメント欄に、うん、コメント欄じゃねえ、あの概要欄のところに、うん、あの時間があったら、あの庄屋の音や竹沢歌舞伎の話をするかもっていう釣りをしてあるんだ。あ詐欺だ、詐欺だった。90分かかっちゃった。いつもだったら1時間、でも時間があったらって今回は書いたから、嘘にならないようにお前この今の状態で時間がないと思う。ちょっと今日ね時間がなくて喋れないんですよ。7時にして俺時間が、あ、そうか、まずでも9時前なのか、全然余裕だ。いや、このチャンネルの配信で2個ぐらい前に、あの BPM さんの舞台行ってきましたの動画で、浅沼さんから謎の誘いを受けていった話をここでしてるから、ここで回収しとこうと思って、うん、あ、なるほど。そうそう、だから状況としまして、あの思春期の方でももう話してはあるんだけれども、去る2ヶ月ぐらい前の時点で、浅沼さんから、ゆうまさん何月何日を開けておいてください、いつもお誕生日プレゼントを渡せていないので、ゆうまさんに誕生日プレゼントがありますってだけ言われて、具体的に何があるかを聞くのは不遂だから、はい分かりましたとだけ伝え、で 前、そう、前も配信で言ったけど、そのいろんなパターンがあるじゃない、サウナで、我々その1個そのマネケ学園祭と企画でつながってるから、サウナとかなんか貸し切りであったりとか、いいサウナとか教えてくれるのかなみたいな可能性があったから、その日は僕以外学園祭学園のメンバーも一緒の方が楽しいやつですか、学園祭学園のスケジュールも抑えますかって聞いたら、いえ、ゆうまさんだけですってはっきり言われたから、もう何の予測もできなくなって不安な数ヶ月を迎えたんだけど、いや、もうガタガタ震えるしかない。だからこの間の配信の割と直後くらいに、その運命の日を迎え、はい、あの迎えっていうかね、そもそもだから前日まで集合場所すら聞かされてなかったんよ、うん、どこにその、うん、何の予定で集まるのかっていうのを聞かされてなかったんだけど、前日にようやく、明日はどこどこに集合でお願いします、何時でお願いしますってカフェ、とあるカフェを指定されて、うん、その時点でただ、うん、もう世の中的にも伝わってることなんで、いいんですけど、そのカフェが新橋演舞場の目の前だったの。あ、で俺はその期間に滝沢歌舞伎がやってることもどこでやってるかも全部把握してるから、チケットが取れなかったけど、あ、よかった滝沢歌舞伎だって、よかった滝沢歌舞伎の、まずその怖いことが起きない、でいろんな可能性があるんで、なんかパターンとして、その浅沼さん本当にサービス精神の旺盛な方だから、サービスの、ゆうまさんのためにそのスカイダイビングを用意しました。全然あるね。ゼロじゃないんだよ、マジで。マジで、マジで。アイマスク、ヘッドホンの可能性あるしかも 100% 良かれと思って。良かれと思って。そしたら、そのカフェの、カフェからスタートですよ。え、俺はもう、新橋演舞場の真の目の前だから、あ、竹沢歌舞伎だと思って安心して行ってみたら、そこでヘッドホン、その可能性もゼロではなかった、まあ、とりあえず一旦その、場所が場所だからよかった竹沢歌舞伎だ、多分その少なくとも怖いことは起きない、うんうん、怖いっていうか、 なんかそのサービス精神による結果的に怖いこと、うんうん、本当に嫌なことかと思って、うんうん、でよかったと思ったのに滝沢歌舞伎じゃんってなって取れないのよ、おマジで、ファンクラブ入っててもチケットがとにかく取れない。ジャニーズはさ、よく取れない取れないっていろんな興行が取れないって言うけど、その中でどれぐらい取れない、トップクラスだね、一番取れない。要は上のグループになればなるほど会場規模がでかくなってきて、特に関ジャニエイトとか、俺ファンクラブ入ってて、ツアードームツアーが発表されたら札幌ドームを取ることにして、東京ドームと、大阪の方は取れない、その地元プラス東京のどっちかだとやっぱりファンの数も多い。札幌はなんかやっぱ交通の便とかもあって、あんまりチケットがその倍率が高くないから、わざわざ札幌ドームを買うぐらいのそもそもの倍率、うん、それも5万とか入る会場で、うん、で新橋演舞場ってことは何千かのレベルだから全然狭い、取れない、うん、に行けるって多分なって、その時点で、うん、でそのどうしようってなったら、その浅沼さんはサプライズじゃない、でも俺はもう分かるのよ、ジャニオタだから、うんうん、迷った、その俺のカバンの中に、うん、そのオペラグラスを入れていくかどうか双眼鏡を持ってんだよ、そのいろんな会場でライブを見る、オペラグラスは持ってって、オペラグラスだから浅沼さんをこうやって見てればいいあくまであなたを見るために持ってきましたよもしかしたら
違うかもしれないです。そこをスタートして全然違うことが始まる可能性もあるから、そのこっそりとそのカバンの中にオペラグラスを入れて、で翌日その指定されたカフェで待ってたら浅沼さんが来てくれて、一回その浅沼さんも席についてこう一緒にこう喋るの。ゆまさん、今日はね、いつもお祝いができてないので、プレゼントを用意しましたっつって、浅沼さんが自分のカバンからこうやってオペラグラス出した。ありがとうございます。そして本当に申し訳ないけど、僕は大好きな浅沼さんに嘘をつきたくないと、うん、僕も持ってきました。お礼用にもちろんだって何のその要は予定伝えてなかったから、うん、せっかく間近で見たいのに見れなかったら、うん、ゆうまさんかわいそうと思ってオペラグラス用意してくれてたんだけど、さすがだな。ごめんなさい、マイオペラグラスがあります。福利厚生だもん。そうそうそう、だから思春期の方でもあるゆうまさんどうも気づかれてたみたいでみたいな話で話してくれてたみたいなんだけども、気づかれたってもうそれなんか任意保険じゃんそれは。まあまあまあそうだね、念のためじゃん。そう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 。だから結局浅沼さんのご招待でその一緒に滝沢歌舞伎ゼロ2022というですね、はい、本当に素晴らしいエンタメを見せていただきまして、で浅沼さんはここ1年ぐらいでスノーマンのファンになったばっかりだから、そのジャニーズのこうお決まりのやつとかそもそも滝沢歌舞伎が何なのかとか分かってないから、はいはい、せっかくプレゼントしてくれたんだから、うん、俺がせめてそのなんというかそのコンシェルジュになろうと、うん、分かんないこと全部なしで帰ってもらおうってこと、はいはい、と思ってその浅沼さんを全部いいですか、滝沢歌舞伎っていうのはそもそももともとタッキーが主演でやってたやつ、席についたのでそのちっちゃい子で説明、タッキーがもともと主演でやってたんですけど、数年前にそのなんというか、自分が表立って活動することを、退いた後にスノーマンの主演として引き継がれたものが滝沢歌舞伎ゼロとなっておりまして、でそれがこの2022年6回目からそのぐらいになっておりますみたいなのとかを全部していって、で基本的にはあれ鷲崎さんと一回ディズニーシーに行ったことある、ね、その時の感じと見てる、はい、全部そのなんかこう一個言われとかを説明してジャックルクルーズおじさんだ、ジャックルクルーズおじさんで、あ、今俺スマホを使っちゃってるからみんなできれば皆さんスマホで見てなかったら滝沢歌舞伎で調べていただいてもよろしいでしょうか、うん、まあよろしければ皆さんご一緒に滝沢歌舞伎で調べていただき、まあ、そうするとなんかこう割とベタにロゴとかが出てくると思うので、そちらご覧いただきたいと思っております。で会場つきましてですね、椅子座るとでっかいそのなんていうか上りみたいな滝沢歌舞伎とか提灯とかでいっぱいこう滝沢歌舞伎でロゴがいっぱい書いてあるんですね、うん、浅沼さん浅沼さん、あそこに滝沢歌舞伎のロゴあるでしょう、真ん中の歌舞伎の部の舞うっていう字の下半分見てもらっていいですか、これ一緒に浅沼さんを追体験してください、滝沢歌舞伎の部の字の下半分を見てください、おこれね浅沼さん見てください、隠れタッキーです。タッキーって書いてあるの。そう、歌舞伎の部の舞うの下半分がカタカナでタッキーになってるんです。これ。知らんかった。朝の理想のリアクション。あ、タッキーになってる。理想のリアクション。これを全部やって最高に滝沢歌舞伎をわからないなりに楽しんで帰ってもらおうと思って一個一個やって。後半始まるネズミ小僧の演目はもともとネズミ小僧役がタッキーだったんですけれどもみたいな人が全部伝えて隠れタッキーのくだりはね、我ながらなんかディズニーランド紹介してるけど言葉的にもすごく隠れミッキーと類似しているからそうそうそう、いやめちゃめちゃそう楽しかった、へえ、物自体もすごい良かったし、やっぱなんかそのなんていうか浅沼さんもね本人もツイッターとかに書いてたんだけど、なんかそのエンタメと、言い方難しいけどちゃんとやっぱノウハウと、それに喜んでついてきてくれる人たちが何年も何年も続いてることにちゃんとした資金力、派手さド派手さ、その舞台装置にかかるお金とか演出に関しては浅沼さんの方がよっぽど、ね、詳しいだろうから、俺はさ分かんないじゃん、ただすごいなって思うだけなんだけど、これを実現するためにはこういう労力が必要、はいはいはい、で、ね、我々ほらドラゴンボール見た時の感想でもさ、あれってつまり手動なんだよね、ボーリングの球が返ってくるやつなんて、あそこに電動でやるわけがないから手動でやってるんだよねって話もしたように、滝沢歌舞伎もね本当にステージがなんかねちょっと高くなってる高台みたいなところに演者さんが2人登ったとしたら、それが上下道2つのその立ち位置というかお立ち台が上下動しながら回転するの、こうやって、
3D というかなと。これってあんま日常生活で体験しない、自分その本当に高さで言うと3メートル4メートルぐらいまで行くやつが上下動しながらぐるーって回って、はいはい、存在しない動きだ、いろんな角度から美しい男を見れるそれも分かっててやってるというか、うん、だからなんか本当に視覚の全てを支配される感じというか、まあ、全席の人に楽しんでもらうような演出になってる。そうそうそう、しかもなんか水を使った演出があって、てかもう後半の演劇で滝で戦うみたいな盾のシーン滝で戦うんだよが屋内で毎公演何トンっていう水を使ってるらしいんだけど、そう上から下へ下から上へ水がブシャーって立ち上げて、あの最前列から何列目みたいな人には普通にあのビニールシート配られてて、それで避けなくちゃいけないぐらいすごい量の水、なんかだからそれもなんかまたツイッターにも書いたことなんだけど、水しぶきとか、うん、紙吹雪、桜の花びらの紙吹雪に乗って、そのキモい言い方をするけど自分の推し時短が触れた空気が、うん、しぶきに乗って届く感じなんかそのあるんだよその感じが、なんかこの、うん、あれでしょ、テンスライブで沼倉さんの水鉄砲に撃たれたと同じ、まあ、そうだよそう大量に降ってきて、そのなんていうか舞台上に溜まった、はい、紙吹雪をこう、はい、バーンって蹴散らす振り付けがあって、はいはいはい、それがこう風に乗って結構十何列目ぐらいまで飛んできたりとかするわけだって俺もう、もうあれボキャブラリーが貧困だからさ、さっきからその出てくるその比喩がさ、うん、あ深夜のドラムソロだなとかさあ桑田の放水だみたいないろんなライブに例えばエンタメだからそれでいいんだけどさ、なんかでもそういうののなんかこう総結集というか凄まじかったよ。石川くんポンデビーチカバーしようぜ。あそれはやりたいな顎もあるし、それはやりたいし顎もあるなこの時あと何がいる？ギター頑張ってくんないと、あれなんかリズムが足んないな。最近頑張れるようになってきたからちょっと頑張ってみるみたいな。あれ結構タイトだからな。昔コピーしたんだけどな。あー確かに一回拾ってたねコードね。ちょっと拾ってはない。イノタクさんのねベースライン、ね、わけわかんない。生演奏用に作ってるわけじゃないだろうしな。そうなんだな。この時サビのコード感よくわかんないんだよ。はい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 。よなんとなくはできると。あ、うん、ゴージャストコーもそうだし、ダンスダンスダンスもそうだからさ。ああ、曲をコピーするたびに、そう、いや、たくめーって言いながら、正解かどうかわからないって思いながら、でもいい曲。井上さんってクレジット的にプレイヤーとか結構読んでるの？それとも基本的にプログラミングで自分でやってんだ。すげえな、やっぱり。なんか、ギターとかたまに生でやってるとか。うん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 。いいよ。ああそんなです。滝沢歌舞伎すごい楽しかったです俺が話したかったのは隠れタッキーのところだけだいい誕生日プレゼントだった。いや本当に、なんかそこでなんか久しぶりに浅野さんとがっつり話す時間もあったから、ドラゴンボールの答え合わせとかあ、はいはい、あそうか、いいな、それはいいな。あの我々だってここの配信でさ、うん、そもそもあの人数がああやって出はけして、うん、ドイツがどこまで、うん、この話を理解して、うん、このタイミングで帰ってきてそこ途中から分かってみたいな話とか、はいはい、あれ凄まじいっすねって話をしたら、いやあの僕も分かんないっすってあれ書いてる途中に、あれ今こいつどこにいるって話してどこまで行ったっけ、そうそうそう、どこまで知ってたっけ全然本人も混乱してる。よかった、うん、そうそう安心した。あと BPM が立ち上がる前に、その1個前にその浅野さんがやってたその劇団というかユニットでの公演だったから、うん、16年前とかの脚本焼き直してらしくて、はい、あそうなんだ。あのコンプラとか常識が変わってるから、めちゃめちゃいろんなところ変えなくちゃいけない。なるほど。いや面白かったよその話も。なるほどね。そうそうそう、16年前だったらこここう言ってたんだけど、はいはい、今だとなんかこうちょっと、はいはい、角が立つからこう変えようとか、なんだっけな、なんか言ってたな。確かになんか怪しそうなシーンはあり、あるかな。うんうん、そう、なんかあなんだっけな、モノマネ芸人も違う人だったって言ってたんだよ。ああそう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 、なんか16年前の時点で一世を風靡してた人だったのが、はいはいはい、確かにな、変えてあったりとかしたらしいよ。なんか誰だろう16年前のモノマネ芸人、春一番かなでも確かにちょっと使いにくいもんな今だもんなそうそう、いやいや、いろいろ聞けてそれも楽しかった。うんうんうん、うん、
なんか答え合わせできんの知り合い特権だなって。いやそうだね、みんなできないやつです。そうそう、これでコメントというか概要欄に書いてあるタスクは一つこなした、はい、嘘つきじゃなくなったね。もう一個は蝶谷の音、ね、蝶谷の音も行ってきた。楽しかったっていうか、その見た見た、あーありがとう、わしらさんにも見た見たって言われた。はずい、なんかあんなつもりじゃなかったとしか言いようがない。愉快にやるつもりだった。真面目にやったもんね。てかテーマが作詞だとやっぱりね、なんかね、なんかね、そうなんだよ、うん、我々の領分を持ってくるし、あの千葉さんも質問力の高い人だから真面目になっちゃうよね。そう、あ、今多分俺と千葉さんはめちゃめちゃ分かってて進んでるけど、うんうん、多分今むずいなっていう瞬間、うんうんうん、パッと聞いてる時に、あ、これ今何であーって言ってるか分かるかなって不安になるぐらい、うんうん、賢いな、やっぱあの人な、うん、おもろかった。なんかその、あ、ぜひぜひあのアーカイブまだ残ってるんで見てほしいんだけど、そのなんか自分の苦悩を描きたくて苦悩を伝えたいんだけど、うん、着地点が見つからない、最終的に、はい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 、苦悩がある上ででもやるしかないことを言いたいんだけれども、そのやるしかないだけが伝わっちゃうと、うん、何にも考えずにそうなってる人みたいになっちゃう、うん、どうやって着地すればいいかがわからないみたいな話とか、俺はめちゃめちゃあるあるでわかるんだけど、うん、面白かったよ。でもなんか見てほしいし、見た上で伝わってたのかどうか教えてほしい。なんか普通にあのハッシュタグとかで、うん、なんかベースとかドラムとかさ、パーカスにしてもさ、なんかさ、へえそうなってるんだがわかるじゃない、ちゃんと説明すれば、うん、まあ、作詞はわかんない、そんな作詞わからないよ、まあ、内部的な動きが大きいからね。テク的気な話はあるけど、だからテクニック的な話で愉快にその見てる人、初見の普段歌詞とか書かない人も分かるような話もいくつか持ってってたんだけど、うんうん、それどころじゃないぐらい話がなんかねディープなところに、はいはいはい、楽しかったけど、俺があんな長時間真面目に話してることって今までメディアでなかったと思う。うん、じゃない？ショック死しちゃう。終わった後は恥ずかしい。あれ終わるな、あれ終わるな、このままじゃ番組。何もふざけてない。急激に恥ずかしくない。でもミスチルの話をずっとして、よかった、あんまりトゥモローネバーノーズの話になって。トゥモローネバーノーズの死のことになったらその話をしちゃうもん。15分かかっちゃう。でもあの番組ほらミラッキさんがさ、その、はいはいはい、その前の月に桜井和俊の歌詞についての回とかをやってて、うん、それもあったから引き継いでだったんだけど、うんうん、もう偶然だけどいい話につながってよかったな。なんかテクニックの話、桜井和俊はテクニックでやってることとどうやっても真似られないことの二重構造だと思う。おそらく無自覚でやっているところも多分にあるし、だからその千葉さんの曲が完成するのも楽しみだし、なんか一人で作って初夜の音っていう場所、あの音楽をいろんな人に教えてもらって場所に、こんだけいろいろ教わった上で、でミラッキさんとかフィアリーさんとかも一応音楽に携わってる人の前で僕が作ってきましたっつって出すのめちゃめちゃきついだろうから、怖いな、全然ここ来なって言った。ここで一回もどこっつって我々に見せて、そうで、なんだったらリズムっていうか俺とか阿部くんですらさ作ってる段階では分かんないじゃん、それがいい曲なのかどうかなのか。これは鷲崎さんもよく言ってるけど、自分が一人で作ってる段階ではそれがいい曲なのかどうかって分かってないんだよ実は。なんかよほど天才で先を見据えてる人じゃない限り、なんかみんなで合わせながら、そうそう、なんかこうもし形にするとしたらこれみたいなやつをドラムとかベースとかつけていく中で気に入っていくというか、あ、こんな感じだったんだ、そう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 、あれよね、でもあの自分で作ってていいか分かんないけど、なんか一点ここはいいなって思う、そうそうそう、自分で覚えてないと進まないとかね、そう、あの逆に言うと1点でもいいんだよね、うんうん、そうそうそう、最悪ここだけが生きてればいいやみたいな、それきっかけです、分かる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 、 100% 全行全部のそのなんというかコード進行なりメロなりが全部いいと思えてなかったとしても、うん、めちゃめちゃいいじゃんここの1行があると出しやすくなるね、人前にね。 100% 全部いいのできたら多分作んなくなっちゃうじゃん。あ、なんか前もなんかで俺話したことあるけど、博多大吉先生が自分の人生で起きた面白いこととか面白いと思っていることを結集すると誰でも漫才一本は作れる、うんうん、日本以上作ることが大変芸人はっていう話をしてて、なんかそれと一緒で多分1曲目は頑張れば頑張るほどある程度その自分の好みを集結させたものになるけど、とりあえず一旦それ完成させて2曲目に移行していくと、なんか
余り物で物を作る方法が出てくるというか、なんかね、自分の中で似ちゃったなって思った時のどうするかとかね、似てもいいとするのかとかね、そうそうそう、別になんかね、シンガーソングライターになりたい人じゃないから千葉さんも、でも興味があるのが割と 大事というか、でもあんだけ短時間でああいうふうに一瞬でディープな話になって悩みとかもすごく的を得た悩みだったから、まだ俺はそのどんな曲を作ってるのか全く聞かされずにやってるから、本当に概念だけになっちゃった、でも楽しみ、なんかそうね、なんか普通にここでね一緒に音を出したりとか歌ってみてもらって、配信とか全然なくてもいいから、練習場所として使ってくれたらいいなとは思うね。そこで改めて話したけど、そのタンポの下記の LINE グループで、はい、そのみんながわってこう例えばその芸人の話題とかテレビの話題で盛り上がった後に、その夜勤とかで遅れてその栗田君がわって参加したタイミングで、誰もそれに反応しないのがちょうどいいって言ってなんかその時に誰か一人ぐらいがそのスタンプで一言だけ返すみたいなのすらないのは、友人として楽ですって言われてよかったそう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 、その気遣いが生まれた時点でね、なんかリアル友達とちょっと違うし、ね、仕事ラインの感じがするから、なんかその浅沼さんにしろ千葉さんにしろ、なんか普通にいい友達できてよかったなっていう感じで、ここ2週間ぐらい千葉さんここ来るの楽しみだね。浅沼さんはここに来る意味はあんまり、まあ、言ったけど、部屋借りたんでいつでも遊びに来てくださいって話をしたけど、何一緒にできるかな。まあでも確かにプロジェクター買うか、映画見る、映画でも見たいな。そうそうそう、環境構成すればできなくはない気がする。今ここからそのなんていうの、映画見るようなオーディオ環境を構築するの割と大変だ。ああ確かにそうか、イヤモニで映画見るのもな全員がイヤモニでやりたくないよ、情緒ゼロじゃん。でもそれだったら配信には載せられるよ、僕らの声だけ。ああ映画の音は流せないから。ああ同時再生企画だ、同時再生企画シュワちゃんのお腹がお前それ見てんのかよ浅沼さんと、なんでそれ見てんの浅沼さん好きな彼女あるけどツインズだ、ジュニア、ジュニアいや俺は心でやってて、あそうなんだ俺起きてテレビつけたら、あのシュワちゃんのお腹がでっかくなってて、こうやってやってて、わー知ってるやついいな、みんなで季節の映画みたいな、クリスマスにはジングルの大阪、ジングルの大阪うちにもあるし、グリムリンもあるからクリスマスムービー多いんだよ。そうそう、じゃあ、あれだ、千葉さん呼んだ時も M1 の敗者復活とかを一緒に見ながら、ティアモリで見てるいやでもパソコンが来たことによって本当に一歩近づいたから、次に配信をする頃には音環境をもう少しな、もう一段階進めておきたいな、もうちょい機材がいいよね、いやいいところまでは来ております。そんなところで間もなく2時間ということでございまして、あと出勤じゃないですか。そうそうそう、まあ、まだちょっと早いんだけどね、風呂壊れててよ、どうしよっかな、しんどいな浜松町に、風呂はしんどい、一応なんかホテルみたいなやつがあってそこで風呂は借りられるんだけど、だからその明日風呂入りに来るかもしれない、ここに、まあ、タオルとかシャンプーとか持ってくればいいんだけど、ドライヤーだな、ドライヤーはない、いるとしたらだな、ドライヤーそのギターとか全部置いてんのに俺ドライヤー持ってくるわっつって、ちょっとでもそうだな、初めてのシャワー配信はちょっと使ってない設備がまだ、料理もまだしてないし、俺今日食器持ってきたし、前包丁とフライパンかなんかあるんだっけ、まな板がない、まな板がない、まな板買わなきゃ、包丁もないな、包丁もないか、まな板買わなきゃ、だその辺があれば初めての料理配信確かできるし、まあでもまずで冷蔵庫とレンジ買うのか、あした俺と市川君用の椅子が2つと、はい、部屋の真ん中に置く用のちゃぶ台兼、その普段飲み物ちゃぶ台でよろしいですか、ちゃぶ台そのなんで結局ちゃぶ台でもなく、あの普通に、なんて腰ぐらいの高さまである、テーブルで、この辺に置くってこと、そうそう、であの上下できるやつ、あした、あそう、低くカシャンってすればそのままそのローテーブル、ローテーブルとしても使えるし、形が想像できない、なんか普通になんつうのかな、あのパンタグラフじゃない、じゃない、こうなのもう一つ、あの、ね、商品としてはね、ソファーデスクというか、ソファーの足の下にニュッてこう、あいうような構造になってるやつで、それが上下するようになってるから、ね、みんなで飯食うのにも使えるし、普段普通にその例えばミキサーとかここに置いとくこともできるような高さのやつを
注文したので、うん、キャスターついてるやつ、キャスターついてる、だそれは明日組み立てる必要がある。それをそうだ、一個だけ思い出した。あ、はいはいはい、鍵につけるストラップをですね、あ、俺もあるよ。あ、俺この間いっぱい持ってきて、今日やるそれあるんですけど、うん、どうしよう、やめとく。明日って配信はするの？ちなみにするの？分からん、ちょっとぐらいはするか。じゃあ明日、いや、じゃあ長くなるのもあれだから明日、明日キーホルダー決定戦だけやろうか30分から1時間ぐらい。分かりました、 OK。 じゃあ俺も置いていくわ。お、もう置いてあるから。じゃあその誰のキーホルダーが我々の合鍵に使われるかを俺何も候補がないよ。ああ、はい、我々が結構少なくとも俺何個か持ってきた、ね、じゃあ決定戦、じゃあ明日、まだ時間は決定しておりませんが、我々ここに集まって何かはしておりますのでですね、その際にですね30分から1時間ぐらい、キーホルダー選手権がありますのでそちらもよろしくお願いいたします。スタジオ新生活、はい、一番地で血を洗う可能性がある、デスクよりも、デスク明日もよろしくお願いいたします。じゃあねー。